アドベ壁の表面ニューメキシコ州チャミサルでのアドベ壁の表面の階層アドベ、またはアドオビとは砂、砂質粘土とわら、または他の有機素材で構成された天然建材である。これらの有機素材を木製の型枠を使って日なたで干すことでレンガの形にして使われ、ヨーロッパのコブや日干しレンガによく似ている。アドベの構築物は非常に耐久性に富み、 地球上に現存している最古の建築物によく使われている。アドベ建築物は熱を吸収してから非常にゆっくりと放出するため、建築物の内部は涼しいままに保たれ、暑くて乾いた気候に適している。日干しの土で作られた建築物は中東や北アフリカ、そしてスペインで一般的だが、アドベは数百年もの間アメリカ合衆国南西部。 中央、アメリカ、そして南米のアンデス山脈の地域のアメリカ大陸の先住民によって使われてきた。このレンガの製作法は16世紀にメキシコとペリューを探検したスペイン人によって輸入された。通常のレンガのサイズのものから大きいもので1、2ヤードの長さのものまであるのが特徴である。アドベという単語は4000年間もの間発音と意味に驚くほど 小さな変化をきたしながら伝えられている。紀元前2000年の中期エジプト語の単語 dj.bt が泥のレンガを意味し、中期エジプト語が後期エジプト語、民衆文字、最終的にはコプトエジプト語へと変化するにつれ dj.bt は飛べになった。これはアラビア語のトゥーブをつけたアットゥーブがコスペイン語に取り入れられ泥のレンガという意味のアドベとなった。 英語の語彙には、18世紀初めにスペイン語から導入されて、現在に至っている。現代の用法においては、用語アドベは、北アメリカの砂漠気候地帯、とりわけ、ニューメキシコ州でのプエブロの伝統建築を模倣した、一般的な建築物のスタイルを意味するようになった。なお、アメリカ合衆国の南西部には、アドベ以外の素材に、スタッコ仕上げを施して、 アドベ建築と外見を合わせた、偽、アドービも存在する。粘土と藁をブロックの型枠に混ぜ込んでいく型枠を、外して、日干しで乾燥させると、アドベの完成アドベレンガは、水を混ぜた粘土と、藁か動物の糞などの有機素材で作られている。藁はレンガを固め、均等に乾燥させやすくする働きがある。糞も、同じ利点があり、他に昆虫をしりぞけるために加えられる。 アドベレンガは蓋なしの枠で作られる。36cm25cm が最適のサイズだが、他の使いやすいサイズも許容される。枠に土と藁や糞を混ぜたものを詰めて成形し、すぐに枠を取り外す。数時間乾燥させた後、レンガを立てて十分に乾燥させる。日陰でゆっくりと乾燥させると、アドベレンガにひびが入りにくい。 レンガの製作よりもアラを少なめにした同様の混合物は内面と外壁のモルタルとしばしば漆喰のために使用される。いくつかの古代の文化では雨の害から守るために漆喰用に石灰をベースにしたセメントが使用されている。アドベで作られたこれまでで最大の構造物はアルゲバムで2003年12月26日の地震によって重大な被害を受けた。 他の大きなアドベ構築物の例としては、ペリューの1億個のサインされたレンガを使って、建造された、モチェ文化の神殿である太陽の和歌や、ちゃんちゃんと田んぼコロラドの遺跡がある。アドベ壁は、重要な蓄熱材として利用することができる。北半球では、南向きのアドベ壁は、室内の加熱と冷却を加減するため、被断熱のままにしておいてよい。 アドベ壁は暑い日中のまま内部を十分に涼しいままにしておけるくらい暑いのが理想的だが暑すぎると逆に夜間に壁を通して外に熱することが難しくなる。また熱を効率よく蓄えるため外壁をガラスで覆っておくこともできる。受動的ソーラー建築設計ではこのような壁はトロンブ壁と呼ばれている。アドベ壁は熱量を蓄える質量の密度が 比較的高いため、このタイプの建築物は熱帯性の気候において最も利便性がある。温帯気候の地域では地面と壁から熱が逃げるため、アドベ壁を使った温度調節はあまり効果的ではない。ありがとうございます。